すごいですね、これ綺麗。ここまでね、綺麗なね、雲の海もね、見たことないですよ。おい、本当にラッキーですね、じゃあ今日は。しかもさっき全然晴れてなかったんですもんね、下の方は。素晴らしい、これは。皆さん、おはようございます。こんにちは、アリョーナです。今日は最初からもう絶景スポットからの始まりなんですけど、今私がどこにいるかというと、ここは長野県です。はい、また長野県なんですが、今いる場所が、高峰高原ホテルっていう場所で、ここまでは私が佐久平駅からバスでやってきました。で、今日どこに登るかと言いますと、今日は浅間山に登りたいと思います。はい。実はですね、今年最後に登る高山として、一応白山を選んだわけなんですけど、実はですね、白山に登った後、39だったんですね。今年登った百名山がね。でね、なんかね、行きたいなーって思って、他にもう一個ね。それで、浅間ってやっぱり火山ですし、今登れても、いつ登れなくなるかわからないわけなんですね。で、冬が綺麗で、割と登りやすいので、登れたら浅間登ろうというふうに、はい、決めておりまして、で、今回天気にとっても恵まれていて、はい、なんか、この日に浅間登ろうかなと思って、天気予報見たら、私がそう決めた後になんか天気が改善されて、よくわかりませんが、さっきもね、バスで向かってる途中の小諸とか佐久平は、結構曇ってたんですけど、まあ、ここに到着したら、こんな感じの天気でございました。今映ってるかしら？今ちょっと映ってるかな？あのね、富士山がすんごい綺麗に見えて、バスの運転手さんも結構感動していました。こんな綺麗に雲に覆われた富士山、見たことないって。そう、雲海もあるんですけど、富士山自体もですね、今、笠雲に覆われて、すんごい景色が見えています。はい。また喋りすぎちゃったね。で、今日は私が、ですね、前掛山。浅間は、活火山ですので、浅間自体の真ん中には行けないんですけど、外なんでしたっけ？ちょっと用語忘れてしまったんですけど、浅間の、はい、日本語下手です。前掛山っていうね、山頂があって、その前掛山っていう山頂には今日は行きたいと思います。で、この場所から片道3時間ほどで、まあ、合計で、5、6時間ぐらいの参考になりますし、で、今日は、そんなに標高を急に上げることもないんで、ここが2000メートル弱で、前掛山が2500ぐらいなので、まあ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 、登り返しはありますけれども、はい、ではでは、今日は天気が一応崩れないかとは思うんですけど、ちょっと崩れないうちに、出発していきたいと思います。で、最後ね、温泉に入ったら、温泉にもちょっと入りたいと思います。で、今日は割と人もいて安心ですね。やっぱこの天気ですからね。はい、では、出発でーす。天気いいですね。行ってきまーす。バスの運転手さんが戻ってきました。はい、では登っていきます。はーい、出発しました。すごいね、この森でね、トレイスがしっかりとあるからめっちゃ安心ですね。こんな感じで、結構今日多分人はまあまあいるかなと思いますけど、雪がふわふわでめちゃパウパウで進みづらいですね、ちょっとね。
今景色が開けて雲海が、うわあ、これすごすぎるでしょ。何これ、素晴らしい。どこの山たちが見えてるんだろう。で、富士山もね、ちょっと見えづらいかもしれないんですけど、見えてます。あそこですね。綺麗。はい、出発して3、40分ほど経ちましたけど、今ね、北アルプスの展望があんまりにもすごすぎて立ち止まって見ています。なんか槍はそんなはっきりとは見えないけど、まあ、あの辺かなってなんとなくわかります。はっきりと見えるのは乗鞍とか鹿島槍とか、はい、めちゃめちゃ綺麗です。はい、元気に歩いてます。ちょっとね、雪の上歩くのが少しきついですけど景色にずっと癒されてます。あと風が全くないですね。うん、すごい、本当にない。はい、もうすぐ富野と回ってるところに着くんですけど、浅間ちゃんが見えてきた。めちゃめちゃ綺麗ですね。すごい、これ登れるんだね、これ登れそうな感じには見えないんだけどね。ちなみにね、今いる場所がタラン、振り返ると北アルプスの皆様が見えています。綺麗ですね。はい、ではでは、なかなかね雪は大変ですが頑張ります。なんかね、空が青すぎてもはや意味不明ですねもう何この色、ディープすぎ。はあ、暑いね。雪の上登るとね。I get so caught up in the middle, thinking of drowning in his blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep downDeep down, and it's not a lie that I die. はい、ね、トミーの頭という場所、後ろにもちょっと今あってやってきたんですけど、残念なお知らせがあります。こっから先はもう撤退をせざるを得ないです。こっから先は踏み跡がなくて雪が深くて、でね、なかなかね、あの富士山みたいにね、もうツルツルで何にもかかるところがないので、ちょっとマカケさんは今日は少なくともこっち側からは登れないっていうことになってしまいました。とっても残念で、今年の百名山がね39の山かもしれませんが、もうあれか、開門滝に行くしかないんですね、今年中にね。はい、でね、ここの登山道があって、ここに行けば黒富山っていうですね、山に20分ほどで行けるかと思うんだけど、それが浅間山の、外輪の山なんですね。はい、でちょっとですね、黒富岳行ってきて、
まあ、あとはお風呂に浸かろうかなと思います。ちょっと残念ではありますけど、こんな天気もいいしね。なんだけど、まあ、トレースが一切ないっていうのはね、ちょっとね、もう時間的にも間に合わないし、きついし危ないし、今日はちょっとやめておきます。じゃあクロップさんに行ってきます。天気はすごいですよね。しかし上掛さんはちょっと今日はね、行けないね。はい、クロフ山に到着して、今ねすごいめちゃめちゃ綺麗に見えてるんですけど、で天気も最高ですが、やっぱり今日はラッスルになるので撤退せざるを得ません。まあ、非常に悔しいんですが、結局一人でいたってなかなかたどり着かないと思うんで、はい、これはこれでまた次回の、ね、チャレンジになるかと思います。で景色がすごくて、こっちは雲海と富士山、あと金峰山とか水垣もこっちから見えたりしてて、で、上越の山も結構見えたりして、こっち側は雪深あの辺りは上越の山で、今私もね眩しすぎてカメラ見えてないんですけど、はい、あそこの奥が上越です、谷川とかね。で、はい、あそこが一応浅間山なんですけど、登るのはまた次回になってしまいます。で私がここでまあ20分ぐらい景色楽しんで、せっかくねここまで来たんだから、楽しんで下山をしたいと思います。時間があるってことなので、ちょっとお風呂入れたらお風呂も入ろうかなと思います。あー悔しいね、こんな大空ですよ、本当に悔しいね。下ってるんですけど、面白いことにね、今この雲海もはけて街も全部見えたりして、めちゃめちゃすごいですねこれ。今日はいろいろと悔しいけど、まあまあこの天気は素晴らしいのでね、ご褒美ですね。で今下ってる道がここです。ちょっとトラバース的な感じですね、うん、あとちょっとというわけでもないですが、下まで行きます。さらに晴れて、これすごすぎますね。北アルプスの皆様がくっきりと見えて、雲海すらなくなってきましたね。美しい。はい、戻ってきました。そっか、ここまだ群馬なんだ。はい、というわけで朝と全く同じ場所に戻ってきました。今日は残念ながら浅間に登頂することはできなかったんですけど、まあでもね、素敵な景色楽しむことができて、他に得るものがたくさんありました。でね、その分2時間ほどバスまで今時間があるので、ホテルで温泉入ってちょっと食事をもらおうかなと思います。何があるかな、ちょっと中に入ってみますね。ちなみに、ちょうど私が下ったらね、あそこに雲がかかり始めて、ちょうどいいタイミングでね、下山を完了できて、はい、いい感じです。あ、ごめんなさい、疲れて、ちょっと言葉がうまく話せない。ちょっとホテル行ってみまーす。はーい、それでは高峰高原ホテルの中に入ります。こちらは日帰りでお風呂も使えますし、食事もあるので登山客も結構利用したりしていると思います。
そしてね、何よりもいいなと思ったのが、こちらのラウンジって言えばいいのでしょうか。どれだけ気持ちいいですか、ここ。ほら、景色も素晴らしいですしね。まあ、今私は雲がかかったんですが、富士山もね、遠くに見えていますし、朝入った時はね、こんな感じで、すべてくっきりと見えていました。そう、富士山はまだ笠雲には覆われてるんですけど、そう、今はこんな感じで私は曇っています。では、私はね、ちょっと甘いものを食べたくなりましたので、この辺りから何か頼もうかな。元気でもいいかもしれないですね。何にしようかな。これがブルーベリータルト。で、アイスティーと、これをマンゴージュース。本当はね、すごい気持ちいいんですけど、撤退したのも悔しいし、雪の上歩いてちょっと疲れたので、なんだか私、険しい顔してますね。あ、でもね、美味しいんですよね、マンゴージュースもね。一気飲みしちゃいました。そして、ブルーベリータルトも食べます。次はお風呂に行ってきます。お風呂は日帰りで500円です。で、露天風呂はないんですけれども、展望のお風呂があるらしいので、楽しみにしています。はい、お風呂入って外に出たらこれでした。西日が美しくかかって、雲も全また吐けて、すごいですね。自然様は一日の間にこんだけの景色見せてくれるんですね。ちなみに富士山もねまた見えてきて、ね、富士山顔見せて、そうそう、タランタンタン、あそこ富士山ですね。そびえてますね、今日もね。美しい。こっちのね、浅め方面にも今西日がこうやってかかって、なんかすんごい色してますね。これ黄色なのか茶色なのか、あ、滑っちゃった氷があった。これ何なんでしょうね、この色。本当に綺麗。はい、というわけで今日は私が百名山の一つ浅間山に登ってみたんですが、残念ながら山頂にたどり着くことはできませんでした。多分頑張ろうとも頑張れなかったので、今日はですね、雪ある撤退をしてしまいました。ちなみに今回私が、撤退をした場所が、東海の頭っていう場所ですね。で、そこから横に行くと黒富山もあるんですけど、黒富山ね、黒富は行けるんですけど、トミーより先は厳しくて、ほんのり踏み跡はあったんですけど、誰かが多分5分だけ歩いてみて、いや、これ無理じゃんっていうことで、撤退して、それ以外の方もそこは今日は行かず、というのも昨日が多分大雪だったので、もうですね、難しかったです。今回は浅間山が40座目の百名山にはなりませんでしたが、まあまあしょうがないですね。悔しいし、今年どうしようかなってちょっと私も悩んでるところではあるんですけど、まあ結局はね、数字ではないですし、それでも楽しく時間を過ごすことができたわけで、まあ、それが一番大切なんじゃないかなと思います。今も私の前に広がってる景色がすごいんです、本当に。富士山もそうだし、西日もそうだし、素晴らしすぎ。バスまであと2分ほどあるので、まあ、2分だけなんだけど、その景色をちょっと楽しもうと思います。そして今日の動画はこの辺りまでにしたいと思います。今日はね、撤退しましたけれども、最後まで見てくださって本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録といいねボタンお願いします。皆さんもね、撤退が必要になったらぜひしてください。あ、これ何配信してるんだろう。なんか配信してる。多分ライブカメラ配信してるかもしれない。はい、まあ、私もチェックしてみますね。では、バイバイ。バイバイ。あー、景色素晴らしい。